に申し上げる会社なんですけれども、パーティーのディナーショーですね、夜ですからお仕事をいただきまして、ショーさせていただきました折に、ご当地ソングを何か勉強していきたいと思いまして、北神谷曲を川野さんにアレンジしていただいて、カラオケを作らせていただきました。まあ、現地で北神谷曲の源流の歌碑が立っているところを見せていただきまして、この歌の情景が本当に心の中に浮かびまして、まさに昭和の名曲だなという感を強くしております。これは映画にもなっているんですが、主人公の女の人が亡くなられるんですね。で、残された恋人の男性がこう彼女を持って歌ったというのがこの北神谷曲でございます。